さあそれでは、いよいよ本日ラストのステージということになりました、はい。鳥を飾っていただくのはですね、ジェフは、この先この選手たちが中心となっていってもらわなきゃというね、もらわなきゃですよ、はい、そういう3人の選手、はい、そしてホームゲームでおなじみの今年も大活躍していただきますアキュアメイドマーメイドの皆さんによるパフォーマンスをご覧いただきたいと思います。どうぞご登場ください。大きな拍手でお迎えください。はい、もう鳥ですからね、はい、もう紅白でも鳥というのは大物で、そうなんです、満足感のあるステージを見せてもらわないといけないんですよ、はい、ということで先ほどのね先輩たちの話聞いてましたか、若手さんに、はい、大丈夫ですよね、はい、そうですね、そうですよね、はい、ではまずは、はい、衣装お披露目、衣装があるんですか、せーのでいきますよ、はい、じゃあせーの、せーの、じゃん、わかるかな、わかるかな、あれこれ何、この衣装何、この衣装何、わかるのかなっていう感じもありますが、はい、メガネをかけたところで、あ、素敵じゃない、もう間違いないでしょう、はい、それでは、はい、ご準備がよろしいでしょうか、はい、選手とアキュアメイドマーメイドによるパフォーマンスです。ではお願いします。いや、もうね、素敵、なんかね、乾選手が踊り切ったっていうのがもうなんかすごいなと思って、ということで恋ダンス披露してくれたのは改めて岡野選手、完璧、北爪選手、乾選手、そしてアキアメイドマーメイドから池典、ゆりり店長、リナティ、いやー、はい、素敵、ちょっとね、なんか、はい、いろいろとちょっとお話も、じゃあ前の方にちょっと出てきてください、はい、皆さん、いやー、いいパフォーマンスだった、ですね、じゃあ北爪選手から伺いましょうけど、はい、これ練習どのぐらいやったんですかあー、ごめんなさい、じゃあ写真撮ってからね、写真撮ってから話聞きます、ごめんなさい、はい、いや、衣装が素敵だよな、まずな、星野源さんになりきってくださいよ、ね、星野源より全然いいじゃん、うん、やりきってる、ね、やりきってる、結構嫌いじゃない感じですねねえ、さあ選手とも、てかみんなスタイルいいからな、似合ってるよ ね本当に、はい、じゃあ北爪選手から、はい、これいつどこで練習してたんですか、今週、今週から毎日2時間ぐらいあの個人練習も含めて、はい、ちょっと個人的に体が硬いので滑らかな動きを出すようにお風呂とか目の前でも練習しました、あ、オッケー、ペアの池典ちゃん どうでしたか、北爪選手はのダンス、はい、一番最初にあの練習、うん、あのリハに来て一番最後までずっと練習をされててすごい、あの、はい、素敵、素晴らしい、あ、そうですね、ベンチコート着てくださいね、はい、はい、いいですもん ね、 あ、そうね、あ、ベンチコート着ていいですよ、はい、北爪選手はあの初めてですか、ここまで踊り切るっていうのは自分の人生の中で、
そうですね、まあ、ドラマは見させてもらってて、うん、あ、逃げ恥見てたんだ。はい。あ、そうなんですね。でも、あんなダンス踊れないなと思ったんですよ。まさかこんなところで踊らせてもらったから。そらそうだよね。素晴らしかった。そうですか。うん、振り付け結構やっぱ難しいと思うんですけど、じゃあ乾選手に聞きましょうか。はい、振り付けで一番こうポイント、一番難しかったのはどの辺ですか。ああ、乾一発芸っていう話もありますけど。どこからかな。わあ、優也選手かなあれ。あ、じゃあ乾選手と一発芸があるそうでーす。イエーイ。おー、うざい。それではお願いします。待って、ちょっと待って。よし。熱くいく、いきましょう。ちょっと待って。怖い先輩が。マジで浮かばない。じゃあいや、最後考えてる。水川さん。じゃあいや、じゃあ質問ね。だからその振り付けで一番難しかったのどれですか。やっぱこのサビの男ですね。サビの男。どういうやつ。あ、それ。サビじゃないか。踊るタイプですか。踊るタイプです。普段は。全然。踊んないです。踊んないです。ゆりりん、どうでしたか。いやでも一番最初の練習で振りを完璧に覚えてきてたので、うん、乾選手が嫌いじゃないですね。嫌いじゃないのね。そうですか。じゃあ岡野選手、完璧でしたよ。このダンスから何か得たことはありますか。いやこの質問前からするよって言われてすっげーよく考えたんですけど、はい、ないっすね。ないのかよ、はい、何か得ろよ。でリナティはじゃあ一緒にやっててどうでしたか、うん、岡野選手。すごいいっぱい練習もしてくださって、うん、すごい最初から上手だったので私が緊張しました。あ、そうですか。緊張しましたか。よかったです、よかったです。はい、じゃあもうね、はい、今シーズンの思いもね、うん、やっぱ3選手には聞かなきゃいけませんね。あ、でもまあその、うんうん、まあその前にですね、うんうん、ですけど、じゃあ皆さんが、誰が一番センスがあった、そうだよね、あったのかなって、じゃあ一番センスがいいなと思った選手だけですか。アケメドマーメドも一斉のせいで、指差しで、はい、いくよ。選手ね、選手。この選手が一番センスが良かったなと思う。いや、じゃあまずセンスがなかったからいきます。あ、じゃあ、あった。あったですよね。はい、じゃあセンスがあった。はい、じゃあいきましょう。せーの、ドン。え、何？あ、微妙に分かれてる。北爪選手に。北爪選手。あ、でもね、ゆりりんは乾選手だし、そうですか。池のりちゃんは、はい、他の選手だし、なんかちょっと微妙な感じでしたね。でも選手の間ではやっぱり北爪選手、先輩。なるほどね、そうですか。拍手。いやでもみんなセンス良かったですよ、本当に。うん、いや実は思ってた以上に全然良かった。うん、本当によく踊れてたっていう感じ。もう一回見たいぐらいですね。もう一回見たいぐらいですけどね。まあでもね、ちょっと時間もあれなので、はい、じゃあ最後にですね、はい、じゃあ今シーズンの抱負、決意を、一言ずついただきたいと思いますけど、うん、じゃあ北爪先輩からお願いしましょうか。はい、お、メガネ取った。真面目なんで、はい、まあ、個人としてもチームとしてもここ2年なかなか皆さんの期待に応えられてないので、今年はチームとしても個人としても必ず期待に応える、そういった強い意志を持って今シーズンは戦いたいと思います。今年も熱い応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ乾選手お願いしましょう。まあ、個人的にもまだまだ全然足りない部分があると思うので、まあ、それでもチームに少しでも貢献できるように、まあ、全力で尽くしたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ岡野選手からもお願いします。自分の持ってる 120% の力を出して、まあ、何としても J1 昇格できるように頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ最後に乾選手の一発芸、はい。忘れてないですね、はい、それで締めましょう、はい、今日一番最後の一番最後ですから、グランドフィナーレ、大取りファイナル。決まった。はい、肩の先からマイクぴょん。はい、北爪選手、乾選手、岡野選手、そして秋雨のマーメイド、三井里奈さん、池見のり子さん、吉岡由里子さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。いやー、グランドフィナーレ締まった、よかった、ありがとうございました。